森好美さんで花は苦労の風に咲く。今回は今お聴きいただいている花は苦労の風に咲くとめぐりあめの両 A 面シングルになっています。3月6日発売、花は苦労の風に咲くでした。文化放送国丸ジャパン極み極みシアター、今日のお客様森好美さんです。はい、よろしくお願いいたします。走れ歌謡曲のパーソナリティ3年間やってたんですね。そうですね、3年間勤めさせていただきました。本当にあっという間の3年間だったんですけど、うん、その間にですねリスナーさんとの本当に絆が大きくなりまして、うんうん、今卒業してからもですね、ミニライブに走れの頃からずっと聞いてたよって言って応援に駆けつけてくださる方が非常に多いんですよ、うん、だから本当に頑張ってきてよかったなっていう大切な3年間でした。プロフィールご紹介します。はい、森好美さんは北海道札幌市のご出身です。幼い頃から地元で江差追分を中心に民謡を学び、小学6年生で江差追分全国大会少年の部で当時史上最年少の優勝を果たしました。 NHK の番組に出演していたことをきっかけに歌手細川たかしさんに見出され支持することになります。2013年に三味線渡り鳥でデビューされ、日本レコード大賞新人賞を受賞。また2017年にリリースしたノコンの月では日本レコード大賞において日本作曲家協会選奨を受賞されています。そして今年3月6日、両 A 面シングル花は苦労の風に咲く、めぐりあめをリリースされ、現在全国キャンペーン中でいらっしゃいます。はい。まあ、師匠が細川たかしさんで。そうです。ありがたいことにですね、本当に演歌のレッスンがいつも白熱するんですよ。うん、で、新幹線で移動中にもですね、基本的にこう、やっぱり新幹線って静かにしないといけないところじゃないですか。まあ、公共交通機関はね。はい。それなので、まあ最初は静かに、そういえばこの新曲のとこだけど、あそこもうちょっとこう、スッキリとさせた方がいいよな、あんまり拳回さない方がいいよな、最初ちっちゃいんですよ。まあ、ちょっとじゃあ自分で、やってみるとなぁとか言って、みたいな、こう、どんどん大きくなってくるんですよ。もうほんと周りの方振り向いちゃって、細川たかしさんだってなって、もう。本人はもうだんだんこう熱中してくるわけでしょ？本当にありがたいんですけどね。やっぱり演歌への思いがすごく熱すぎて、もうレッスンも夜中になってしまったりとか、ありますね、カラオケで。カラオケボックスで夜中の3時までレッスンですよ。ひたすら。スタッフさんたちヘトヘトになりながら、まだかまだかと、うん、まだ終わんないのかという空気になるんですけど、うん、いやー、すごいパワフルな方ですね。新幹線で拳が回る、細川たかしの拳が回るって、迷惑といえば迷惑かもしれないけど、一応聞いて、幸せじゃないですか、ラッキーじゃん。日本でも有数の有名な拳ですからね。そうですよ。まあ、そう。本当にもう、関係ないというか、どこにいても本当関係なく、いつでもレッスンが始まるので、そこはちょっとまあ、うざいじゃないですけども、まだかなっていう時あります。うぜって言えないもんね。言えないです。心で持ってもね。ありがたいことです。はい。感謝しています。はい。酒屋さんのお嬢さん、ね。はい。そうです。三姉妹。三人姉妹の長女です。はい。はい。お酒屋さんのお嬢さんなんだけど、お酒は飲めないんだよね。全く飲めなくて、うん、やっぱり、おじいちゃんが酒屋を始めたんですけど。うん、おじいちゃんの代からなの？はい。おじいちゃんも飲めないんですね、一切。あ、そう。で、名言がございまして、うん、いいか、好み、酒は飲むもんじゃねえ、売るもんだっていう名言がありまして。単純に飲めないだけなんですけど、おじいちゃん。お酒屋さんとか居酒屋さんとか飲み屋さんで、一番良くないのは、旦那が飲みすぎることらしいですね。なんか本当に飲めない方多いみたいですね、酒屋さんは。まあ、商売としてはっていうことです。飲むんだよ、こうって聞き酒はできるんだけども。さ、そうなんです、そうなんです。ね、はい。酔うほどは飲まないですね。あ、そう。はい。お父さんは？お父さんもあんまり強くないんですけど、なぜかわかんないんですけど、うん、真ん中の妹だけ異常に強いんですよ。お酒大好きなんです。毎晩飲んでるんですよ。毎晩飲んでる。毎晩飲んでるんです。売り物だからね。でも。はい。まあ、商品はちゃんと買って飲んでるみたいですけども。自分ちの商品でも。はい。買ってた。買っても飲んでるみたい。花は苦労の風に咲くと。
まあ、タイトルがいいよな、まずな。ありがとうございます。うん、やっぱり人生の応援歌なんですけど、うん、こう背中を押してくれるような力強い応援歌ではなくて、うん、人生に寄り添ってくれるような温かみのある応援歌となっております。はい。はい。それでは新曲です。花は苦労の風に咲くを聴いてください。めぐりあめ、新曲を聴いてください。巡り